あれ、ここはどこだろう。ズンダモン、これを使うのです。え、何これ。いいの、DDX 上。 DDX が変なところに書いてある。こんな式、見たことがないのだ。さあ、進むのです。ちょっと待って、これどうやって使うの。ふわ、また変な夢を見てしまった。ズンダモン、どうしたの。メタン、来てたんだね。実はさっき、夢の中で。気をつけて、問題が来るわ。え、うわ、一体何が。これは、あれは夢じゃなかったのだ。とうとうこの時が来てしまったので。何か知ってるようだね。説明してもらってもいいかな。よろしい、説明しましょう。実はある種の関数では、変数に微分の DDX を代入した式に意味を持たせることができるわ。 DDX を代入だって、なんか不思議な響きだね。でもこの指数関数の X に DDX を代入したとしても、このままでは意味のわからない式になってしまうのだ。確かにこのままではちょっと厳しいわね。そこでまず指数関数を別の形で表しましょう。最初にネイピア数 e を定とする指数関数 e の x 乗がこのように無限次の多項式、いわゆるべき級数として表せたと仮定するわね。いきなりすごい仮定なのだ。この両辺を x で微分するとどうなるかしら。左辺は微分しても変わらないからそのままで、右辺はまず定数項を微分すると0になる。次に1次の項を微分すると定数になって、2次の項を微分するとこんな感じ。それ以降も同じように続いていくのだ。うんうん、いい感じね。じゃあこのべき級数の係数を求められるかな。そうだね。まずはこの式に x イコール0を代入することで、 a0 イコール e の0乗イコール1であることがわかる。あとは2つの式の各係数を比較していけば良さそうなのだ。まず定数項を比較して h イコール a0 イコール1となる。次に1次の項を比較すると a2 イコール2分の a1 イコール2分の1となり、2次の項を比較すると a3 イコール3分の a2 イコール3の階乗分の1となる。このように計算した係数を元の式に当てはめると、指数関数はこのようなべき級数として表せるのだ。これをシグマを使って書けばこういう風にも表せるね。よくできました。これは指数関数のマクローリン展開と言われる形ね。今のは厳密な証明ではないけど、実際にこの式は正しいことが知られている。さて、ここで X に DDX を無理やり代入してみましょう。するとこれが E の DDX 乗の真の姿だというのか。なんかいけないことをしている気がするのだ。 X の代わりに微分の DDX が足されている。 X2 乗だったところは2回微分になってて、 X3 乗だったところは3回微分になってる。この式って一体どういう意味なの。そうね、もしそれを知りたければ E の DDX 乗を関数 FX に適用するといいわ。これにさっきの式を入れるとこのようになる。ここであたかも分配法則が使えるかのように括弧を外してみましょう。一体何が起きたのだ。この無限和の式は単独だとその意味がよくわからなかった。何を足しているのかいまいち不明だったのだ。でもこっちの式ならその意味がわかる。この無限和は僕たちがよく知っている足し算なのだ。正体が少しずつ見えてきたわね。では早速具体例としてこの式を計算してみましょう。ちょっとややこしいけど、これは E の DDX 乗を通常の指数関数 E の X 乗に適用したものになっているわ。ズンダモン、やってしまいなさい。じゃあさっきの通りに計算を進めていくとこんな感じになるね。E の X 乗は何回微分しても変わらないから結局こうなる。ここで E の X 乗は N を含まない式だからシグマの前に出すことができるね。そしてこの部分をよく見ると E の X 乗のマクローリン展開で X に1を代入した形になってるからネイピア数そのものになって答えはこのようになるのだ。よくやったわ、ズンダモン。 E の DDX 乗を E の X 乗に適用すると X が1だけずれた。なんだか面白い結果になったわね。じゃああともう一個計算してみましょうか。ズンダモン、よろしく。全く仕方ないね。 X を対象にした場合のケースか。まず N イコール0の時、係数の部分はこうなって、ここは0回微分、つまり何もしないでそのまま元の式を書けばいい。
次に n イコール1の時、定数はこうなるね。ここは1回微分になるから通常の微分をすれば OK で、 x を微分すると1になるのだ。これ以上微分すると0になるから後の項は無視できるね。0の階乗は1であることに注意して、結果はこのようになる。 e の ddx 乗を x に適用するとやはり x が1だけずれた。もしかしてこれを x2 乗に適用するとまた x が1だけずれるんじゃないかな。そうかもしれないね。まあとりあえずやってみるか。というわけでこんな感じになるのだ。やっぱり予想通りだわ。これはどうやら偶然ではなさそうね。 e の ddx 乗というものを x に適用すると結果は x プラス1となり、 x2 乗に適用すると結果は x プラス1の2乗となった。このことからある予想が立てられる。それは自然数 n について e の ddx 乗は xn 乗を x プラス1の n 乗に移すということよ。はあ、本当にそうなのかな。もう一個くらい計算しておいた方がいいんじゃない。 いえ、このまま進むわ。ああ、そう。ちなみにこの等式は n イコール0の場合も成立することが確認できるはずよ。さらに ddx と1が対応しているということは、ddx を a 倍すると結果も a 倍になると予想されるわ。ちょっと大胆な予想なのだ。でも実際にどうなるかは気になるね。もしこれがうまくいけば対象を一般の関数に拡張できるかもしれない。というわけで実際に計算してみるのだ。まずは指数関数のマクローリン展開の式に addx を代入するとこのようになる。ここで k を使ったのは n と被らないようにするためなのだ。さてこの部分は a の k 乗と k 回微分に分けられると考えることにしよう。また x の n 乗を n 回より多く微分すると0になってしまうから、ここでは n まで足せば十分だね。さて xn 乗の k 回微分はこの式で計算できることが知られている。するとこの部分に二項係数が出てくることがわかるのだ。そしてこれは二項展開の公式そのものだから結果はこのようになる。素晴らしいわ、ツンダモン。やはり x が a だけずれている。私の予想は正しかったようね。驚くほどすんなり証明できてしまった。こんなにうまくいくとは思わなかったのだ。しかもこの結果は一般化できるね。どういうこと？詳しく聞かせてちょうだい。そう慌てる必要はないのだ。まず関数 fx がこのようにべき級数として表せると仮定しようか。なるほど、それはいい仮定ね。確かにマクローリン展開することで指数関数に加えて三角関数などの多くの有名な関数がその形で表せることが知られている。ちなみに係数 cn はこの式で与えられるわ。補足ありがとうなのだ。では実際に計算を進めていこう。まず fx をべき級数の形に展開する。そして e の addx 乗をシグマの中に持ってくると、ここはさっき証明した形になっていて x が a だけずれることが分かっている。するとこれは fx をべき級数で表したときに x を x プラス a に置き換えた形になっているのだ。なるほど、そういうことだったのね。だいたいこの証明で良さそうな気はするけど、ここの式変形は気をつけなければいけないわ。 e の addx 乗は無限和で定義されているから、ここで無限和の順序が入れ替わっている。でも極限の順序交換が本当にできるかという点は注意が必要ね。言われてみればそうかも。ちなみに別の方法で証明すれば無限和の順序を入れ替えたりせずに済むわ。え、そうだったの？早く教えてほしいのだ。では fx がテイラー展開可能としましょう。テイラー展開とは関数をべき級数の形に展開する方法で、これは点 a 周りのテイラー級数と言われているわ。この部分は x を含まない係数になっていることに注意してね。また a イコール0の時のテイラー展開は特にマクローリン展開と呼ばれる。マクローリン展開はなんかこれまでも出てきてたね。さてここで x を x プラス a に置き換えるとこのような等式が得られるわ。準備はできたので問題の式を計算してみましょう。この式はこういう意味を持っていたわね。そして n 回微分のところはこう書いても同じ意味になる。つまりこれは fx プラス a に等しくなるわ。ちょっと待って、最後がよくわからなかったんだけど。最後の式変形ではテイラー展開のこの式を使ってるだけよ。そうなの？でもちょっと形が違うような。この等式の左辺を見てみてね。x と a に関して対照的な式になってるでしょ。
ということは X と A を入れ替えても結果は変わらないことがわかるわ。確かに X と A を入れ替えれば最後の式変形が成り立ちそうなのだ。ただしこれは点 A 周りのテイラー展開ではなく点 X 周りのテイラー展開ということになる。ちょっとややこしいけど、要するにこの問題って実はほぼテイラー展開そのものだったんだね。どうやらそのようね。この E の ADDX 上は関数 F を A だけ平行移動するためシフト作要素と呼ばれているみたいよ。シフト作要素か、なかなかかっこいい名前だね。それにしてもとても不思議な等式なのだ。証明はできたはずなのに、なんでこんなに不思議なんだろう。確かにこれまでの証明は1行ずつ追いかけることはできるけど、なぜ結果がシフトになるのかという疑問は残るものになってる。その疑問に答えると、実はこの式は無限小のシフトの積み重ねを表しているとも考えられるわ。できれば最初に教えてほしかったかな。さて、ここからの説明は直感的な理解を重視するため、あまり厳密でない点にはご注意くださいね。なんだか難しい話になりそうなのだ。ではまず差分デルタ H というものを考えましょう。これは FX に適用すると FX プラス H と FX の差を取るものと定義される。ここで FX を左辺に移行すると1プラスデルタ H は FX の X を H だけシフトさせることになる。つまりこれはシフト作要素を別の形で表したものになっているわ。ふむふむ、なるほど。そういえばこの式はなんだか微分の定義に似てるね。そこは大事なポイントね。実際に H が十分0に近いとき、微分を表す DDX はデルタ H÷H で近似できる。 H を限りなく0に近づけるとこれは微分の定義そのものになるからね。また両辺に H をかけると差分のデルタ H は微分を使ってこう表現できるというふうにも考えられる。さて、E の ADDX 上を計算したいんだけど、その前にネイピアス E はこのように定義されることを思い出してね。一般化すると指数関数 E の X 上はこのように表せるのだった。ズンダモン、ここから何をするかわかるかな。もしかしてまた E の X 上の X に ADDX を代入するのかな。大正解。というわけで X に ADDX を代入するとこのようになるわ。ここで N は限りなく大きくなるため N 分の A は0に近づくから、 N 分の A DDX に対してこの近似式が使えるわね。するとこのようになる。 N を無限大に飛ばしているため近似ではなく統合で大丈夫よ。また1プラスデルタ H はシフト作要素そのものだったので N 分の A だけシフトするのを N 回繰り返すということは A だけシフトするということを意味する。おお、なるほど。と言いたいところだけどよくわからなかったのだ。ちょっと難しかったかもね。まとめると E の ADDX 上は無限小のシフトを積み重ねることで一定の距離のシフトを表しているということをなんとなく感じ取ってもらえればと思うわ。はい、なんとなく感じ取りました。本当かな。ところで気づいた方もいるかもしれないけど、指数関数とシフトの関係はフーリエ変換にも自然に出てくるわ。フーリエ変換の定義はここでは解説しないけど、ある種の関数を別の関数に移す変換だったわね。そういえばそんなのあったかも。ここで関数 fx のフーリエ変換を f ハットオメガで表すことにしましょう。すると fx の微分のフーリエ変換は i オメガ f ハットオメガとなることが知られている。つまりこれは虚数単位が出てくることを除けばフーリエ変換を通して微分がただの変数になるってことなのか。そういうことになるわね。あるいは関数を微分するという操作が関数に変数をかけるという操作に変換されるとも考えられるわ。さらに fx プラス a のフーリエ変換は e の ia オメガ乗 f ハットオメガとなる。あれ、この形はどこかで見かけたような。そう、 fx の x を a だけシフトした形になっているわね。そしてこれは e の addx 乗を使って書き直してみると、さっきと同じように虚数単位を除けば微分と変数が対応する形になっている。なんと、こうして見てみるとなんだか自然な対応に思えてくるのだ。さて、今回はちょっと変わった微分のお話だったけどどうだったかしら。その結果は関数をシフトするという驚くほどシンプルなものだったのだ。このシフト作用素の応用例はいろいろあって、例えば量子力学でも重要な役割を果たしているそうよ。シフト作用素、なかなか侮れないやつなのだ。
他にもちょっと変わった微分のお話を聞いてみたいという方は、反微分を解説したこちらの動画もチェックしてみてくださいね。それでは皆さん、ごきげんよう。ではまた。